こんにちは、ゆうです。バーズのお時間です。はい、今日無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。ちょっと待って、これはい、大丈夫でした。はい、すいません、音声のね、録画と生放送の録画の音声録画設定がちょっと違うんで、ちょっと昨日と変えて忘れてるかなと思って、ちょっと、はい、確認しました。はい、今日はね、ちょっとね、ごめんなさい、ほんまね、ダンジョンとかクエスト挑もうかなと思ったんですけど、ちょっとね、思ってる時間取れなくて、はい、スパイファミリーコラボガチャで、もうどうせね、いつかガチャ引くって決めてたんで、もうじゃあ一層引いてしまおうかなと思って、シルビア・シャーウッドさん、こんにちは、こんばんはさんを、じゃあこんにちは、あるいはこんばんはさんを狙って、引いていきたいと思います。五条先生の。よし、そのじゃあ引いていきましょうか。はい、シルビアさん、救いたい。な、聞いてるか、シルビアさん、俺と一緒にパズドラやらないか、ランカゲしないか、芝居の丸のランク1100行きたいんや。いやー、そうか、2体目か。スーチちょっと苦しいわ。言ってる間にね、ちょっとカチンとなったらな、なんか取れ高あるかなと思ったんですけど、そんな言うなって。それじゃあ、3回目か。はい、3回目ね。はい。あ、そう、メインアカウントね、昨日ね、おかげさまでね、皆さんの、3割の、電球の、おいナイス。この人ね、あれでしょ、七夕コロシアムみたいなやつ、使えるんでしょ、6体あったらもう十分か。いや、もう2体か。いや、ちょっとヘンリー・ヘンダーソンさん、でもね、5回中2体、まあヘンリーさんに出てこられてもね、そりゃ困るんやわ。やっぱランク上げたいから、いや、これ初ゲットちゃう。で、2か、ダミアン・デズモンド、デズモンドね。デズモンド家。はいはいはい。え？あ、ほんまや。そう、これで覚えたんや、デズモンド家。ちなみにね、僕これ、もうええわ。ちょっとなんか尺稼ぎみたいな思われても嫌やから。4回、折り返しですね。あ、これです、これです。隅っこ暮らし好きなんですよ、僕、ちなみに。よし。今日ね、隅っこ暮らしの一番くじ、まだ余ってるかなと思って引きに行ったら、なかった。で、あ、この人欲しかったんですよ、僕。ね、この人はあれですよ、諜報員みたいな方でしょ。なんか覚えてるわ。俺に任せろ。じゃあ、シルビーさんも聞くのを僕に任せる。あ、それここで。よし、来た。こんにちは。またこんばんは。それとも、おはようございます。お疲れ様でした。ほんまにもう5回中さ、と2台出たらちょっと困るわって言ったところもさ、もう8対勝負になったやんけー。それでは結果見ていきましょう。ちょっと乾かいね。はい、こんな感じでございますね。ちょっとこれ見せたんで、ちょっと男女周回してないのがバレちゃうんですけど、はい、ちょっとお見せします。スーキーさんと、エミル・エルマ、あとはもう学長。いや、なんかこの、縦に2つ並ぶのやめえって、もう。ほんまに。いやー、やっべえな、ちょっとスパイファミリーなー。あれか。スパイファミリーが終わるまでにな、ちょっとマジでランク上げしようと思った。あの人は絶対欲しいよな。ちょっとサーレーネしか持ってないし。
はい、ということでここから編で今回はお開きにしたいと思います。ね、見てくださった皆さんありがとうございました。ちょっとね、ちょっと実はめちゃくちゃ眠たくて、はい、ちょっとなんかまだ夕方なんですけど、ちょっと深夜テンションみたいなノリでちょっと撮影しませんでしたと。よければ概要欄にね、ちょっと先日発表させていただいたちょっとグッズ販売のリンクも貼ってありますんで、あれのページも、あれのページも見てくださると嬉しいです。あとはそのもしよかったらチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。あとね、ちょっとね、皆さんにお知らせなんですけど、まあね、日曜日はね大概生放送やってるんですけど、メインアカウントと、の称号チャレンジとか、ランダンとか、今後ね、ちょっとメンバーシップさん限定の放送で、ちょっとやっていこうかなと思ってますんで、もしよかったらね、一応、僕の設定金額、YouTube、メンバーシップの設定金額、YouTube です。設定できる最低金額の値段でやらせていただいているので、PC からね、入っていただけると、その値段で、加入できますんで、はい、そちら、ランダンとか、はい、ランク上げとか、メインアカウント。僕は、まあ、配信でしか頑張れないっていう理由で、ちょっとやるんですけど、まあね、ちょっとね、そちら辺も、ね、ぜひぜひ、メンバーシップ入っていただいて、はい、ちょっと満足できるような特典ご用意してますんで、はい、そちらもよろしくお願いします。それでは、私、お相手、ゆうじさん。